土樽駅は、新潟県南魚沼組湯沢町大技土樽に、ある、東日本旅客鉄道上越線の駅である。東京側から望むと、清水トンネルを出て、すぐの位置にある。また、上越線は東駅から、宮内駅までが、新潟市社管轄である。かつて、上越線の不設工事が行われた際は、この付近の難所に備え、 現在の土樽駅がある近くまで湯沢から延長約 16km の軽便鉄道線が付設されていた。当駅は川端や成の雪国でもトンネルを出た後初めに汽車が停車する信号場として登場する。実際に作品の書かれた当時は信号場であったが当期にはスキー客の利用を見込んで仮上工場扱いで客扱いをしていた。 1935年1月の例では、下りだけでも4本の定期列車が臨時停車していたほか、3本の臨時スキー列車が停車していた、給料地の東斜面に位置する地上駅、相対式ホーム2面2線を持つ、駅舎は上り線側にあり、両ホームは古戦橋で連絡している、越後湯沢駅管理の無人駅、かつては相対式ホーム及び通過線を持つ2面4線の、 構造であったが、2008年6月3日から26日まで、ホームの改築が行われた際に副本線が廃止となり、本線上にホームが設置された現在の構造となった。工事期間中は全列車が通過し、越後中里駅と当駅の間で、バスやタクシーによる代行輸送が行われた。毛戸沢橋梁関越自動車道の向こうに見える。 鉄道橋が、ケットサー橋梁土樽の名前を持つが、旧土樽村の中心部は、現在の越後中里駅付近にあたり、駅周辺に人家はない。付近にある東京発電の水力発電所、土樽発電所は1974年に無人化されている。上り線ホームの横を関越自動車道が通っており、当駅の東に土樽パーキングエリアが置かれている。また、 当駅付近を流れるケトサワは、渓流釣りや川遊びのスポットとして知られ、上越線のケトサワ橋梁は2017年度に土木遺産に選定されている。当駅周辺を含む南越後観光バスの路線図越後交通グループの南越後観光バスが運行する路線バスが、当駅近くと越後湯沢駅方面を結んでいる。バスで群馬県方面へ直接行くことはできない。 東日本旅客鉄道上越線土和駅、土樽駅越後中里駅、ありがとうございます。